はい、プレイしていきたいと思います。セブンデイズトゥダイ、ログができてるね。オッケー、やっていきましょう。今回は、感度ってこんなもんだっけ？あ、まあ、合ってるか。多分合ってるな。なんか感度高くね？感度遅えな。あ、こんなもんだな。というわけでやっていきましょう。槍は新しいの持ったから、これでいっか。で、あとコメントで、なんだっけ、このアイテム売りましょうっていうのあったんですけど、売りません。売りません。っていうのも、これは私の貯金なんです。貯金なんです。これを売って、後でお金にするっていう、経験値もらえるっていうのがね、ちょっとね、惹かれたんだけれども、経験値もらえるのはちょっと先に売るのもありかなと思ったんだけれども、売りません。これ貯金です。私今、6500持ってるじゃないですか。車のパーツとかが確か1万いくらとかだったんですよ。で、今だったら1万いくらもしかしたら売れば届くかもしれないじゃん。で、今私が1万いくら持ってたらね、資材を買っちゃうんですよ。1000いくらのコンクリートとか。だから、ダメ。持ってはいけないの、私は。よし。というわけで、セイキマスバイクで行ってみましょう。どっちに行くの？右？ここか。これ行きましょう。燃料入れて。なんでインベントリーに全然入ってないの？建築してたからか。あれ、上は今、こっから登れるから、登れないようにしようっていう話があったけど、まあ、どっちでもいいかな、もう。もういいかな？当分。当分いいかな。次の、また建築できる日にしよう。アイテムしまいの。あ、もう、剥ぎ取りマシェットに任せるから、これでいっか。むしろマシェット使わん？マシェット面白いから使うか。こっちだね。もう一個先だ。で、ほんとチェストも上に移さないといけないんだけどね。まあ、それも気が向いてからでいいでしょう。リペアキットちょっと持ってっか。なんか、ショットガン壊れそうで怖いっすね。これでいいかな？いい、よし。弾持った。レンチ持った。これインベントリーに入ってね、やべえ。よし、これでいいんじゃない？あ、ちょ、シフトクリックしたらそっち帰っちゃうから。OK、行きましょう。よし。行くぜ。さあ、行きましょうか。そう、皆様コメントありがとうございます。全部見てます。多分ね、2回か3回ぐらい見てると思う。楽しみにしすぎて。最後の1回は動画見る前。ね、最後の1回っていうか、まあ、動画見ながらだな。見ながらじゃない、撮りながら。撮りながらも一応、チラッと見えるようにしております。で、さらに、まあ、今日のコメント確認するついでに下までブワーっていくから、前日、前々日のぐらいまで見るから、何回見てるかもわかんない。もう、何回見ております。で、なんだっけ一人ネタバレしちゃった人いたな。なんか、やべえゾンビが来るっぽいね。ネタバレは控えめでお願いしますね。もう一回バレたらもう一生頭の中に残っちゃうから。新しい要素は私が出会って叫ぶまで取っといて。どうなんだっけ、そんなもんだっけ、大体そんなもんかな。アイテム売りましょう、売りませんで。ハローポイントか。俺ハローっつってた。ホローって言ってなかった。頭の中ではね、フォローっていうあのカタカナは出てたんだよ、多分。でも HP 見て、ハローポイントっつったんだろうね。いや、通用する。ハローもフォローも大体一緒。どこなの家。家なくね？あと800メーター先。あるか？おう、家の CC。燃料ちょっと少ないな。もう 30% ぐらい減るぞ。2キロで 30% ってやばくね？燃費悪くね？燃費悪すぎだろ。2キロ 28%。 そしてなんかすんげえ道悪すぎ。あ、マジ2キロで 30% だわ、これ。このまま行くと。待って、イヤホン逆？あ、大丈夫だ。右と左逆だったら悲惨な目に遭うからね。やっぱダッシュ加速していくのダメだな、世紀末バイク。結構燃料食いますわ。
もう 30% どころじゃないもん。うう、これ大丈夫だよね。いけるよね。ひょい。よし。これアップデート良かったよね。アルファ16?7?7 かな、多分。水中を走れるように戻ったやつ。ちょっと嬉しいね。はい、新しい街、たどり着きました。ここに、なんか面白い建物のってあるのかな?ちょっと待って。あ、これか?これか。これっぽいくないね。これっぽくないね。これですね。この左の建物。で、コメントで古い電化製品壊せば鉄取れるんじゃないというのがありましたけども、確か古い電化製品壊しても、鉄じゃなかった気がするんだよね。あ、一応鉄は取れるよ。名前上の鉄、アイアンは。でも、フォージドアイアンではなかった気がするんだけども、ちょっとやってみないとわかんないね。車まず分解しよっか。分解することによって、私、燃料が手に入るんで。片道分の燃料ぐらい返ってくるんじゃない?正面にあるのって本って書いてない?ちょ、なんて書いてある?GGIN。わかんねえな。何屋さんだ。グロッサリーは GGIN じゃないもんね。ラグ?おほほほほ、バカバカ。中のゾンビ起きちゃったよ。飛びついてくるかと思ってびっくりしたよ、ゾンビが。壁に近づきすぎたな。よし。グリルが出てきた。グリルってどうなの?そういえば。これ何が手に入る?これも多分、メカニカルパーツ、エレクトリカルワンチャンあるかなぐらい、鉄。だね。とりあえず入りましょうかって思ったけど、その前にバイクに詰め込んでからだね。ご飯ちょっとまたちょっと、食料不足ではないですか。よし、行くか。この燃えてる新しい槍で。あ、これだよ。これ分解しよう。これが、フォージダイヤね。これね。これ。これが欲しかった。俺が言う鉄というのは。この、ただのアイアンの方の鉄は、前まではスクラップドアイアンだったからね、本当は。そうだよね、確か。だからもう、ややこしくなっちゃってるんだよ。私の言う鉄は。この謎アップデートのせいで。いわゆる鉄はフォージドアイアンのことです。床抜けてさ、下痛い目に遭うの嫌なんだよな。よいしょ。あ、待って、スタミナがない。血が壊れた。いや、なんで、なんで今左クリックできなくなってた。いないのね。よいしょ。よいしょ。OK。ちらっと、そっち開けてもらってる間に、これ漁りましょうか。シャツ。よいしょ。大丈夫だね。やばい、走んな、走んな。もう、走んな。マジ嫌い。あ、当たるのか。ちょっと新しい着想を得たかと思って期待したのに。でもさ、あんだけ変なブロックがあればさ、ワンチャンなんか、なんていうの、引っかかりが起きるようなブロック追加されてそうだよね。UI 的に、バカ、UI じゃない、何 ?AI? バカになるブロック。あっても全然おかしくないと思う。ドアノブ。ちょ、やべえな。建物の方が壊されちゃうね、このままだと。お、こっちにもボックスいっぱいある。いっぱいじゃなかった。しかも開けてあるっていう。行きますよ、今行きますよ。よいしょ。お、腕立て伏せしてるゾンビ。
え、どこなん？そしたらここ？マツコ、いで、やべ、あ、やっぱめんどくさ、それちょ、当たんないし、よっしょ、マツコやべえな、AK持ってたぞ。そしてあいつどこ行った？うわぁ、めんどくさいことなったね。うっ、ラッキー。本棚がある、本棚が。本棚は嬉しいです。お、しかも、シーフ。シーフは期待大。てれーん。ルートするときに 10% 宝石とか、プレシャスジェムってなんか、こう、鉱石が出やすくなるのかな。価値のあるものが多分。そういうことでしょう。ん？こっち開けた。なんで全部閉まってんのよ。後から来れるのかな。この家地下ありそうだね。さっきの方が出入り口を作ってくださっておるわ。ちょ、お任せして。突然後ろ取ったりしないでよ。そこ入り口作っといてね。任せたよ。突然後ろ取るのはダメだよ。びっくりするからね。チラッと、よいしょ。あー、つこう。ちょ、あ、よいしょ。もう一丁やめろ、やめろ、やめろ、角に追い詰めるのやめろ。大丈夫だね、倒したね。もう次殴られたら俺は今ショットガンに切り替えていったであろう。ショットガンリロードした、オッケー。あ、入ってきたね、あいつね。ではでは、もうコストゼロなんだ。え、どこ攻撃してた今これ。ここ攻撃してた？こっちだよね。多分こっちでしょ。レンチでリペアできなくなったからな。なんじゃここ。あ、戸棚ゾンビが殴りまくってた感じですね。それ地雷爆発すんのかな？気になるけど。無理だよ。試せないよ。試せない。いいな、この家キッチン広いね。パンとか作りやすそうじゃない。これ複数のゾンビ来てる気がするね。ちょっと一回出よっか。出ましょう一回。ちょ、訪問販売しに来てるゾンビが何かを。燃えた燃えた。スタミナがないっす。よいしょ。パワーアタックやりたいな。そういえばさ、素手のやつ持ってくればよかったな。メリケンでゾンビをフルボッコにするのも悪くなかった気がする。今経験値もらえた？マツコ倒せてるっぽいね。嘘。いや、今の
頭当たってなかった。でもアルファ18さ、あれなんですよね。頭当たったとしても、のけぞらないことがあるから、ちょっと頭当てるの前提で立ち回るっていうのもね、良くない気がする。運ゲーになるから。それはダメだよ。前だったらね、頭当てたらのけぞって、絶対時間稼げてたけど、それがないから。ちょっと怖いよ。結局2回あれか。さっきのドア壊して探索しないといけなさそうですね。なんかある？弾？よいしょ。これないのね。なんか変な感じ。よいしょ。お、この冷蔵庫は壊れてないですね。冷蔵庫というか、販売機というか。これ上からゾンビ降ってきそう？大丈夫？この上に隙間あるパターンちょっと怖いっすもんね。警戒しなくちゃいけない。これ何？ 7 の移動速度。4。あ、0になるのか。あ、これか。7。いや、悪くないけど、スクラップかな。多分最終的には俺ミリタリー装備で一式になると思うんだよね。それがバランス取れていい気がする。マイナス4ずつで。で、ミリタリーに、なんていうの？移動速度。おお！やっちまった。一発多めに殴っちゃった。移動速度軽減。移動速度デバフ軽減モッドをつけるような感じになるんじゃないかなと思うわけですよ。やり、ビビった。そこら中にいすぎてちょっとビビって殴っちゃったよ。そうだ、お化け屋敷の殴っちゃうっていう話さ、俺あれ殴られることあるよねとか思ってたんだけど。びっくりして。彼女を殴っちゃう人がいるんだね。怖いね。それはちょっととんだ迷惑だね。それは、やべえよ。それやべえよ。いや、反応して手が出そうなのはなんとなくわかるけど、そっちに向かって手出るのはバカだわ。それはひでえって。いうのをコメント見ながら思った。なにこれ、アロエ、あれアロエ明日見に行くよ。実のなるアロエ見に行くよ。多分明日雨降るんで、雨降ったら雑草とか抜きやすいと思うんで、とあとあれがどうなってるかね、前回植えたやつ踏んづけたやつ、そろそろ効果というかどうなったか分かるんじゃないかと。え、絶対ゾンビいるでしょ。え、いないのかい、いないのかい、いないね。でメリケン出てきてよ。やはり俺メリケンを使えというのか。さっき使いたいなんてちょっと言っちゃったから。では授けよう的な状態じゃねえか。なんでこんなしょぼくね、それ。サングラスいらないよね。これもいらないよね。あ、そうそういうのが欲しかった俺は。あ、持ってるし。これもいいね。15、こんだけ食えば大丈夫かな。よし、で、スクラップ。ん？何俺スクラップ、アトワノブトロフィー。イエス。で、ちょいと家電を1個解体してみるか、試しに。壊れた家電。あ、確かに出た気がする。言われてみたらこれ。
冷蔵庫とか出なかった。冷蔵庫じゃない、こういうやつ。ワンチャン出るかも。出てもおかしくない気がする。このアルファ18で出てきた家電。いやー、アイアンだった。いや、ちょっとワンチャンあるかなと思ったのに。残念だな。残念だ。違う。なんかゾンビが来てんだよな。外だな。こっちドア開けてたりする。まだ。まだ開いてない。じゃあバイクに詰めつつあいつ処理してくるか。よいしょ。な、この建物の2階さ、隠しありそうだよな。あ、閉まった。こっち掘るの忘れてた。あれ。多分、あのさっきの、何です?はしごあったじゃないですか。あれの先はここなので、多分掘らなくてもいいでしょうという判断で掘らなかったんですけど、忘れてそのまま来ちゃった。これ持っとくか。いる、いらない可能性があるのは、これいらないかな。これもワンチャン捨ててもいいから持っとくか。スクラップしてもいいやつ。グリルって確か簡単に作れるよね。わかんねえな。簡単に作れるんで壊しちゃってもいいっすね。ゾンビ走るな、そろそろ。まあ、一回走れば。うん。壊したのか。ドアぶっ壊してきたのか。裏口を。やってしまったのだ。まだ外ゾンビ歩いてんな。あれ?どこだっけ?あ、落ちか。あれ?帰ってきちゃった。ここから入った方が良かったやつですね。まだゾンビいるな、どっかに。お、肉。この辺は。あれ?ちょ待って、ここは階段じゃないですか。ここは階段じゃないですか。あら、ここは入ってきた部屋ですね。あ、そう、もう全部回ってるわ、この誰も。回ってるわ。この席多分外だろ?うん。もう、ま、回ってますね、全部ね。2周目。やるか。かわいらんかな。他にもうないよね。特にないと思う。これも気になるから壊しとく。一応もうアイアン出てるね。うん、やっぱり違いそうですね。残念、俺が欲しい方じゃない鉄だ。もう一周するか。次の動画でもう一周するのめんどくさいもんね。そしたらもう一本またかかっちゃうんで、これに。あの木の下から出る可能性あるな。まあまあ、二周目でどっから出るかわかるでしょ。え?上って、コンクリート残っつった?残ってないよね。多分残ってない。砂か。砂漠行きてえな、やっぱり。よいしょ。ここドアノブ?ちゃうちゃう。
なもんでいいか。よし、クエスト、あ、お肉が歩いてる。いいよ、歩いとき。ぴったりか。ぴったり夜か。嫌だね。嫌だね、ぴったり夜は。しかも俺、素手のやつ結局しまっちゃったっていうね。あ、ダメだ。弓とか持ってねえ俺。いけいけいけ。ちゃー。10%マシマシはどうしたん。ちょ、ダッシュしすぎ、あなた。ダッシュしすぎだから危ないから。危ないから。全部ひるんでくれたから助かったけども。ボンボン殴られるところだって今。よいしょ。よし。これ2匹来たらやべえな。ちょ、俺。危な、これ、弾。弾作っとこうぜ。ジャンクタレット。違うな。もっと90発入るので30発あるか40発ぐらい。あ、オーバーすんな、これ、数発。まあいいでしょう。いや、槍じゃないんだよな。スレッジハンマーとかブンブンしたいけども。でもインベントリのスペース考えるともうないんだよね。こっちいっぱいゾンビいたよね。あら？あ、いらっしゃいますね。2匹はいらっしゃいますね。最低でも。起きちゃいましたね。おはようございます。3匹ですね。ちょっとやばいですね。これもショットガンですね。はい、AK ですね。だいぶ食らった。だいぶ食らった。無理だよ。そんなん倒せるわけなかろう。こっちか。結構食らったな。マジか。やだな。ちょ、マセットだったらいなせてたかな。いやー無理な気がするな、今の量は。あんな詰めてこられたら。いや、タレット置きながらじゃないと無理なのか、今回。ゾンビが、早いんだ。走っても追いつかれるんだ。実は足速くなるスキルあったりするんじゃね？ダッシュ速度が上がるみたいな。よいしょ。お、あっちもある。ほいほいほい。水か、飲んどこう。これ2本目でお腹壊したら悲惨な目に遭うけど。よし、上もやべえのいたよな。つか上、俺マツコに押し出された気がするんで、これはちょっと置いときましょうか。さすがに夜押し出されるの嫌だ。行け、行かない。よし、やっておしまい。タレットちゃん、よいしょ。これ何、クリアエリア、クリアエリアだね。お、これの種、種じゃない、レシピだ。どこ行った。あ、ここか。これはいいですね。まあ持ってるんだけどね、一本。あ、これブラスか。何が入ってたんだろう、こっち。まあいいや。これ分解してみる。これなんか、俺分解したことないと思うんだよね。大体出るも一緒だろうけど。初めてのものを分解しときたいように一応ね。もしかしてスチールが出るかもしれんし。ああ、本棚なくなってら。これ下から俺多分逃げてくるんで、一回。逃げてこないかな、これは。逃げてこないっすね。来ないっすね、いて。よいしょ。よいしょ。あ、イベントに何が入ってたの、こっちらへん。あ、
あれ、なんかおかしい。俺のタレットどこにいたんだよ。これか。あ、そっか、レンチで今分解したんだ、あれを。下何匹いたっけ。1、2、いけんじゃね。ただ問題は外のやつだな。外のやつがまた入り口を作ってくれると思うんだけども、夜突然後ろ取られたらほんと悲惨。大丈夫や、リロードされてるよね。オッケーオッケー。壊してます。こっちに2匹はいるだろう多分。ほら、待て待て。よし、危ねえ危ねえ。ドア閉めたつもりが閉まってなかった。奥の間に合わねえわ。結構食らったな。食うか。ゾンビ結構いない、それ外。え、まためっちゃ湧いてんじゃん、ゾンビ。やだ。ほう、まさかの2冊。これはいい。さて、スナイパー。ハローポイント。また、また俺ハローっつった。ホローポイント。ホローポイント。大して変わんないよ。ホローポイントもハローポイントも。外国人が聞いたりしてよ。しかもこれは HP って書いてないんだよ。書いてあったかもね、こっちにね。はい、72なんちゃらのホローポイントと、セーフティーリムーブ 20% もアローズ&ボルトフロムユアターゲット。セフェリー、セフェリー、サフェリー、まあわかんないけど、弓から矢、弓と矢かな、弓と矢じゃない、ボルトから 20% ダメージって。じゃ 20% 追加は結構でかいですね。まあ、上の本棚がなくなった分、ここマツコ来た気がするし、ゾンビ外の来そうなんで、一回もう、こう置いとくか。ちょっと引いてくる可能性を踏まえて。ね、正面のあの、これとこれ両方いるんでね。左から先出すか。あ、両方出てきちゃった。しかも超速いっていう。あんなに対応できねえよ、槍一本じゃ。あ、来た来た来た、入ってきましたね。どうせならあのキッチンのさ、なんだっけ、あの鍋踏んでほしかったな。それが地雷なのかどうなのか知りたかった。拾ったら鍋になるから確実に。スクラップ、一回外行きましょうか。リロードして。リロードできねえよ。あっちも入り口開けてくれてんね。入ってきたわ。あいつ対応やばいから、これこれこっち置いとこう。あ、これこっち通ってくるんじゃね。ほら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 、やれやれ、もっとやれ。このやりつく、このなんていうの、柵強いよね。のけぞり判定が出るのやべえなって思う。のけぞり判定出るのは強いよ。結局マシェット使ってないっていう。地下どれぐらいいましたっけ。まあまあいたかな。ただ外からゾンビ走ってきた、もう入り放題というこの現状は、後ろをすぐ取られそうで怖い。レンチ新しいの出た、いいね。このレンチは私だいぶ嬉しい。なぜなら品質が今までで一番いい。今までのやつ1とか2とかだったもんね、ずっとね。おう、ちょっと多すぎる。しかも弾少ねえし。やっちまった。スタン食らったら攻撃遅くなるのマジやめろ。まあ多分実際そうなるとは思うけども、マジ怖いから、それ怖くて声が出ないっていうね。やべえやべえって状態だよ、ほんと。タレットさん大丈夫？奥のやつやってくれた？一匹やってくれたっぽいね。
このゲームレベル上がっても回復しねえからね、HP とか。ちょ、一回ここ置いときましょうか。ちょっとだけ休もう。気分を落ち着けて、よいしょ。バンテージちょいと追加しとこうかな。あそこないんだっけ。この建物あれないのかね。隠し金庫。やべえ、これは。どうしよう。上にゾンビがめっちゃ来てる。これやべえ。これ一回外出よう。これ一回外出ましょう。うわ、やべえ。一匹だけだったら大丈夫だけど。外した。よし。よし。危ねえ。多分あと2匹ぐらいいそうな音だったんだよ。待って、ステイウィズインだからあまり離れられないね。 あっちにいるな。来たね。気づかれたね。パーンパーン。よいしょ。こんだけだっけゾンビ。まだ何匹かいっぱいいた。もうちょいいるか。右上見たら分かるな。クリアエリアになってるってことはゾンビがまだいるってことです。ここ上降ってこなかったよね。大丈夫だったよね。雰囲気的にはがっつり降ってきそうな場所なのに降ってこなかったっていうね。無駄に警戒させる場所でした。天井の厚さが足りないもん、ゾンビが入るには。これもあされない、あされない。さてここだよ。これちょっと一回置いとこうか。3匹ぐらいいた気がするんで。え、1匹だけかな。しかしどこにいるんだそれ。これライト消したら大丈夫。横取れたりする？あ、いない。この先か。一匹いたな。槍投げてえけど、投げたら武器がなくなるっていう。あ、起きた。そしてすぐ隣取られたっていう。やべえ。よいしょ。待って、危ない。ラッキー。やべ、イエス。俺の攻撃じゃない、俺のコンクリート、コンクリートじゃねえよこれ。なんていうの、コボルストン。これでリターントゥトレーダーなったんで、エリア内は無事クリアです。いや、探索もタレット必須状態じゃないか。夜探索するなって話なんだけれども、探索しないといけないんだよ俺は。夜もカットなんてないから。まあそのために俺の実況もだいぶ進化したけどね。多分他の実況者とは違う感じになってると思う。ずっと話してるもん。普通の人だったらもうずっと話さずにパートパート喋って、そこを切り張りしてつなげるんだろうけども。俺はもう前提が編集しないからずっと喋ってるっていうね。ライブやってもこの調子だから面白いんだろうけどね、ライブの時は。どうなんだろうね。他の実況者ってライブ話してんのかな。何したかったらリペアでいいんだよね。ちょ、ワンチャン見てみよう。5個。4。いいね。オッケー。よいしょ。もう黙ることができるだけ減らしたいもんね。あ、こっちか。一周しちゃった。ここゾンビいないよね。あ、大丈夫だよ。もう空だよ、空。オッケー。そして、
俺があのショットガンをちょっと期待しているけど、本当はツールボックスの方が嬉しかった。できればツールボックスだったらあれが引けてたかもしれないけど、ツールがテンパートブレード、これはなんて書いてある、インクリースダメージ&インクリースはデュラビリティフォーブレード、何耐久度となんてダメージが上がるっていう、もう一石二鳥モッドですね。どっちがいいよ、燃えるのと。耐久度上がる方がいいだろ、燃えるより。耐久度と火力上がる方がいいだろ、どっちがいいか。だいぶ明るくなるな、フラッシュライトよりも。さらに、え、だったらもうこれ削るか。これデュラビリティで耐久度かって書いてあるじゃん。ちょ、なんでこっちに書いてあったのなくなった。これか、296、385のプラス89って書いてある。プラス89でダメージ1は16510 16519、ブロックダメージが気持ち上がるぐらい。いらなくね、むしろブロックダメージが上がるな、こういうやつにつけた方がよくね。うわっ、イラつくことが発生した。これを付け替えたせいでもう低なんていうの、耐久が減ってさ、これで増されて耐久マシになってた分がチャラになってゼロになったんだが、耐久度。うわ、それはめんどくせえ、それやめてほしかった。これ外したらそれが発生するんだよね。うわ、まあいっか、これでいこう。で、このスコップかアックスの品質がいいやつが出たらこれをつけよう。それでいいわ、そうしよう。そして朝になるっていう、やべえ、今回40分撮ってんじゃん、マジか、2本分だよ、やっちまったな。まあ、いっか、休日ですし。なんで俺、あ、違う違う、俺がリペアしたかったのはこっちなんだ。マジでリペアしちゃって、もう完全に無駄じゃねえか。というわけで最後にこれ開けて終わりにしましょう。あとこっち上がってね。てれん、もう一個出た。ちょっと違うやつだ。これは出血しやすくなるやつですね。通常攻撃で出血しやすくなるっていう。むしろこっちの方が強そうだけどな。出血がどんなもんか知らないけど、強そうだよね。で、ここ。ここがどこなのかっていう話をね、みんなが見たかったの。あ、裏の車のところか。よいしょ。どこだこれ。あら。出れねえじゃねえか。は？どうしろとこれ俺に。そして経験値だけ無駄に入ってる。あ、砂全部落ちてってるっていうね。しかも出れねえし、もういいや。砂欲しいっつってんのに。砂欲しい。スクラップしたのが帰ってきたな、今。砂くれよ。粘土の方拾ってるし。違う違う、砂が欲しいの、俺は。よいしょ。そう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 、どうせ大した数になんないんだろうな。え、粘土しかもらえてなくね。3度壊したらどれくらいもらえるんだ。8個、少な。どこだこれ、変な場所が開きましたね。微妙な場所ですね。で、これを一回 R をして全部拾いのしまい直す。ホローポイントね、ホローポイント。で、2階のちょっと、この、どこだ、こっちか。あ、もう壊してあった、偉い。偉い。地下やったか覚えてないけど、まあ別にいっか。じゃあこれ回収して、あ、車解体しないとな。で、ちょっとだけお散歩して帰るか。ここの街来たことないんで。
ワンチャン本屋さんがあるかもしれないね。次回ちょいとお散歩しません。今回やります。なければもう、ちゃちゃっと帰っちゃおう。あー、ユーズだ。持ち帰りて。軽く今回走っても、もう45分まで行ったら一緒だ。軽く走って、それでなければもう次回は開始時には家に帰って、トレダーにお話をするところっていうことにしよう。それはいいアイディアだと思います。よいしょ。おう、お前は生きろ。でも畑は荒らすな。絶対だぞ。畑荒らしたら人間に食われるから、まあ、この世界人間いないんだけれども、あまり。とりあえず気になった建物見に行くか、さっきの。よいしょ。ファイヤーワークスがね、ファイヤーワークスじゃない、なんだっけ、消防署。あー、アールズ、何屋さんなんだ。セラム、セラムってあの音楽のソフトじゃねえの。スインギンセラム、キングロー、法律事務所、トイレットとセットで。あー、本屋さん見つけてしまった。しかしこの本屋、うわ、ツールショップ見つけてしまった。ちょ、これティア3の建物なんだよな、多分な。というわけで次回ちょっとこの隣の建物をインチキで抜いていきましょうか。そして車屋さんもある。ウェルディング、ウェルディングってなんだっけ、溶接か。ちょっとここ漁りたい建物多いですね。というわけで次回はちょっと町に帰らずに一回ここの町をやっちゃいましょうか。アミーゴンフューネル、あれ、フューネルってスペル変わった、フューネラルになった。フューネラル、フューネルは葬式か、フューネラルが葬儀場かな、わかんない。英語あまりわかんないです。何この建物。ちょっとかっこいいんだけど。シェードツリーオート。かっこいいんだけど。この建物なんか地下やばそうな気がする。俺の勘がそう言っている。時に次回ちょっとここも探索したいな。本屋さん行って、その次に、なんだっけ、ツールショップも行って、で、車屋さんも漁って、どうするか、その後は。はっ、エンジンが置いてある。待って、横からゾンビ来る。ここも、気が向いたら漁ってということで、漁るの多いけど、多分、何件漁れるか分かんないけど、やってみましょうか。というわけで、よろしかったらチャンネル登録お願いいたします。動画の説明欄にプレイリストありますので、連続再生したい方は使ってください。したくない方も使ってくれたら嬉しいです。連続で見てくれるならね。うん。というわけで、ご視聴ありがとうございました。セシカでした。